メアリー・アニングは、イギリスの初期の化石採集者で古生物学者。メアリー・アニングは1799年、イギリス南部沿岸ドセット州のライムレジス村で生まれた。彼女が生後15ヶ月だった1800年、雷がサーカスで賑わう村を襲い、4人に直撃した。そのうち3人が死亡したが、生き残った1人がメアリーだった。このことから、 後年の彼女の天才的な才能は雷に打たれたからだとする迷信が生まれた。メアリーの父リチャードは家具職人だったが、ライムリージス村沿岸の崖で化石を採集し、それを観光客に売ることで生計を立てていた。ライムリージス村の地形は、古代には赤道直下の熱帯の海の底だった位置で、現在でも豊富な化石に恵まれる土地である。 彼は子供たちにも化石採集のノウハウを教えていたが、メアリーは特に強い興味を示し、幼い頃から化石採集に積極的であったという。1810年に父が結核で亡くなると、アニング家の収入は途絶え、学校にも行けなくなった。メアリーと兄のジョセフで化石を採集し、生計を支えなければならなくなった。崖は急斜面で海流の影響で崖崩れを起こす。 こともこともあり、危険な仕事であったという、メアリーの飼い犬、トレイは、彼女の化石採集に同行中に、地滑りに巻き込まれ、命を落としている。化石採集は18世紀終わりから19世紀初めにかけて、ブームになった。初めの頃は、切手収集と同じような余暇であったが、次第に、地質学や、生物学の理解に必要な科学になっていった。 彼女は初めは観光客相手に化石の採集を始めたが、すぐに化石への興味が強く高い値段で買ってくれる、科学界と関係を築いていった。メアリーと科学界との関係が最初にできたのは、父の死の数ヶ月後の1811年、彼女がイクチオフサウルスの骨格の化石を見つけた時であった。恐竜の存在は当時は、まだそれほど世間に知られてはおらず。 ジョセフが1年前に大きなワニのように見える頭蓋骨の化石を見つけていたが骨格の残りの部分は初めは見つかっていなかった。しかしメアリーが嵐の後に来てみると化石を含んだ崖の一部が削り取られていた。イクチオサウルスの化石自体は1699年にウェールズですでに発見されていたが彼女が発見したのは最初の全身化石であった。これは重要な発見で 化石はすぐに王立協会の手に渡ったが、メアリーはこの時わずか12歳であった。彼女はその後も2体の別のイクをサウルスの化石を発見している。成果にかけられている記念だて、メアリーの評判が高まると、彼女はリンーンシャアの裕福な化石収集者であるトーマス・ジェームズ・バーチの目に留まった。アニング家が貧困で困っているのを見て、彼は自身の化石を売り、売り上げの 約400ポンドをアニング家に与えた。ここ10年で初めて財政的な体制が整ったことで、メアリーはジョセフが家具職人として務め始めてからも化石採集を続けた。彼女の次の大発見は、1821年のプレシオーサウルスの骨格化石の初めての発見であった。この発見は後に、ウィリアム・ダニエル・コニベアによって記載され、メアリーの発見した化石が、 その後、タイプ標本となった。その後、1828年には、新種の魚の化石やドイツ以外では初めてとなる、翼流の全身の化石などを発見した。以上の3つの発見によって、メアリーの名前は歴史に残ったが、彼女は生涯を通じて、化石の発掘を続け、初期の古生物学に大きく貢献した。30代後半になると、 イギリス学術振興協会から収入を得ることになったが、女性であるという理由により、本や論文を出版することは許されなかった。ビクトリア朝時代のイングランドにおいて、労働者階級の女性が教育を受けられる階級の男性と同じ仕事に携わっただけでも異例のこととされる。メアリーは乳がんのため47歳で世を去ったが、死の数ヶ月前に、 ロンドン地質学会の名誉会員に選ばれた。結婚はせず、生涯独身であった。ロンドン自然史博物館に展示されている、プレシオサウルスの化石とアニングの解説文、メアリー・アニングの発見した化石は、人々の知る、どのような動物にも似ず、過去に絶滅があったことの証拠となった。その頃までは、動物が絶滅するとは信じられておらず、奇妙な化石が発見されても、 地球上の未開の地に生息している未発見の動物だと説明されてきた。当時の人々は化石をヘビー氏、悪魔の足の爪などとみなしていたとされる。アニングの発見した化石はこのような議論に終止符を打つものであり、古代の生物への正しい理解を導いた。中でも、 ベアゾールと呼ばれる石が化石化した糞であると結論づけるに至る発見は古代の生き物の暮らしを知る上で極めて重要な発見であったとされる。メアリーは死後一旦は忘れ去られたが後に再発見され、ロンドン地質学会は彼女を追悼して教区協会のセーミカエル協会にステンドグラスを作った名にはこう書かれている。このステンドグラスは 1847年3月9日に亡くなったこの教区のメアリー・アニングを追悼するために作られたものである。これは司教代理とロンドン地質学会の会員有志によって彼女の博愛、高血と地質学への貢献を記念して作られた。英国科学誌ジャーナルはメアリー・アニングを世界の歴史上で最も偉大な古生物学者と称賛している。 メアリーはシーシェルズ・シーシェルズ・バイ・ザ・シー・ショアーという早口言葉のモデルになった人物であると考えられている。また、アーティ・チョークというグループの歌、アニング・メアリーの題材になっている。その人生はフィクション作品など文学にも多くの影響を与えた。ありがとうございます。